小林健太、小林健太、小林健太、1981年3月12日体は日本の男性プロレスラー。埼玉県草加市出身。現在は WWE に秀夫伊丹、み、丹み夫、秀夫伊丹みのリングネームで所属している。日本では健太、健太のリングネームでプロレスリングノアに所属していた。 修徳高校時代は野球に打ち込みつつ、遠藤光を日本アームレスリング連盟会長の主催する遠藤図事務に入会。卒業にあたり、遠藤にプロレスラー志望の意を伝えると、遠藤が旧知の小橋健太宛に履歴書を送り、一般公募オーディションに参加するようにとの返事をもらったとされる。1999年、平成11年、 全日本プロレスが初めて行った一般公募オーディションに参加し合格する。練習初日、あまりの練習の厳しさに合格者が次々と倒れ込んでいく中、テレビのインタビュアーに後悔していませんかと尋ねられたところ、いえ、していませんと答えていた。2000年、平成12年3月11日、後楽園ホールでのバトルロイヤルでプレデビュー。 合格者7名の中で唯一、同年5月24日に、青森県総合運動公園体育館にて、丸藤聖堂を相手に、本名の小林健太でデビューする。デビュー直後の2000年、平成12年6月16日、三沢光春が中心となり全日本プロレスから分離し、旗揚げされた、プロレスリングのアに移籍。この頃、小橋が、リーダーのチーム、バーニングが、 公開、初代付き人の金丸義信も小橋から離れたのを機に二代目、付き人となり、三代目の塩崎強に引き継ぐまでの約四年間行動を共にすることになる。飛び技主体のスタイルで戦っていたが、その路線には、天才と名高い丸藤がいたため今一つ印象が、薄く、当時練習生であった鈴木小太郎が自分ができない飛び技を軽々、やってみせていたことから、 文のスタイルに迷いが出てくる。師匠である小橋にオレンジ色を譲り受けるも度重なる怪我で選別を離れた。自分はジュニア選手なのだから飛び技を使えなければならないと思い意図的に飛び技を出していたためである。小橋に指示しトレーニングに励みスタイルもパワーを強調したものになっていった。2002年平成14年5月27日第5代ジュニアヘビー級 トーナメント決勝で金丸にスし、それ以降、積み重ねてきたキックボクシングを取り入れた、キック中心のスタイルを確立していく。また、リングネームも、ケンタへ改名する。トップに近づくため、丸藤とタッグを組み始める。性格はバラバラで、特に仲良くもなかったが、タッグの相性は抜群であり、2003年7月16日、外敵タッグの重心サンダーライガー。 村浜竹博組シリゾー,ーケ初代 GHC ジュニアヘビー級タッグ王座を獲得した。丸藤の見せる動きと受け、ケントのハードヒットという両極端だが非常にわかりやすいスタイル、そしてルックスの良さからイケメンタッグあるいは両者の名前から丸ケント称されるようになり、多くの女性ファンを呼び込むことに成功した。ただ見た目が良いだけではなく、試合をすれば、 必ず名勝負を演じ納得のフィニッシュで勝利をつかむことから、同時期の GHC ヘビー級王者の小橋と並んで、名勝負製造機、ジュニア版絶対王者賞され、ノアにおける、ジュニアの台頭を生んだ。2004年、平成16年、宿撃7番勝負を行ったが、初戦のフベント・ゲレーラ以外は全敗という結果に終わる。2戦目の相手、 小川義成の持つ GHC タッグ王座に挑戦を表明していたが、敗れてしまったために、小川から鈴見太郎とのタッグで、GHC ジュニアヘビー級、タッグ王座挑戦が決定するもこれを返り討ちにする。この実績から三沢光春、小川義成組が持つ GHC タッグへの挑戦が204年4月25日に決定した、結果敗北。 5月7日8日に行われた第2回ディファカップに、丸藤とのタッグで出場。決勝戦で、タッグ歴6年を誇る日高薫人、藤田稔組と35分24秒にも及ぶ、激闘を繰り広げ、最後には、ブサイクへの膝蹴りで藤田を撃破し、優勝を果たした。6月5日には、金丸義信、杉浦隆史組に敗れ、約2年にわたり9度の防衛に成功した。 GHC ジュニアヘビー級タック王座から陥落。2005年、平成17年7月18日東京ドームにて、金丸が保有する GHC ジュニアヘビー級王座に挑戦し、ダッシュに成功する。その後日本国外での防衛戦を経て、2006年、平成18年1月、先輩である丸藤を相手に防衛戦を行い、 同年のベストバート候補に上がるほどの死闘を繰り広げ、ついに丸藤えを果たした。この防衛戦の高い評判により、丸藤と共に太ヘビー級路線に借り出されるようになる。直後の3月には死である小橋とこれまた激闘を繰り広げるも、小橋のリストクラッチ式、バーニングハンマーにより敗れた。その後も防衛戦を続けるも、 同年6月杉浦に敗北し1年近く在位していた王座から陥落した。GHC ジュニアヘビー級王座からは陥落したものの、かつてタッグを組んでいた丸藤が2006年9月に秋山を破りジュニアでありながら GHC ヘビー級王座を退還。同年1月に GHC ジュニアヘビー級王座の防衛戦で丸藤に勝利していた経緯から初防衛戦の相手として指名され、 初のジュニアヘビー級同士による GHC ヘビー級選手権試合が行われた。1月の試合を超え、プロレス対象にて2006年のベストバウトに選ばれる。ほどの死闘を繰り広げたものの敗北する。また2005年末より、アメリカのインディ団体ローに定期的に遠征するようになり、当時ロー世界王者だったブライアン・ダニエルソンとライバル関係になる。現地にて、 同世界王座に挑戦して敗北することもあったが、2006年12月に、ノアマット初上陸を果たしたダニエルソンとリマッチを、行い初勝利を収めた。2006年から断続的に続いていた、タイヘビー級路線は2007年に入り森島、武シとのシングルという形に結実した。2006年12月に、セムで引き分けたことに続き、2007年3月には、 日本武道館のメインイベントで、ロ老世界王座戦、2007年1月に、森島がロ老世界王者になっていたという形で、森島に挑むも敗北。その後、下記に示す石森太志にとのタッグ結成により再び、ジュニアヘビー級戦線に戻るかと思われたが、タイヘビー級の能力も高く評価されており、アメリカで三沢を相手に、GHC ヘビー級選手権試合行ったりすると、 時々ヘビー級戦線に参戦している。2007年、平成19年初夏頃から石森太氏にとタッグを組むようになり、ジュニアヘビー級戦線の活発化のためのアハツのジュニアタッグリーグ戦を提唱し実現する。ジュニアヘビー級、タッグ王者の鈴見太郎リッキー・マルビンのほかローの強豪タッグチーム、ブリスコ・ブラザーズや丸藤が、 DDT のイーブシュコータと組んで参戦したことにより、大成功を収めた上、王者チームを差し置いて、優勝をも果たした。同年8月には、ジュニアタッグリーグ優勝の勢いを買って、GHC ジュニアヘビー級、タッグ王座に挑戦するも敗北。その後しばらく目立った活動はなかったが、2008年3月20日ドラゴン、ゲート、ザ・ゲート・オブ・ジェネレーション、大田区体育館大会にて、 ドラゴンゲートに流出した GHC ジュニアヘビー級タック王座へ挑戦し、勝利して第9代 GHC ジュニアタック王者になる。しかし7月にはヒールファイトに目覚めた金丸義信、鈴木小太郎組に敗れて王座陥落してしまう。ここから両者の構想がスタートし、2008年のジュニアタックリーグの優勝決定戦で再び激突し、 勝利を収め2年連続の優勝を決めた。また10月に、ブライアン・ダニエルソンの持つ、GHC ジュニアヘビー級王座に挑戦。勝利を収めて3年ぶりにベルトを巻いた。初防衛戦は、世界ジュニアヘビー級王座、全日本プロレスのタイトルを取りしていた、丸藤聖堂とのダブルタイトルマッチだったが、長年ライバル関係にある両者は一歩とも引かず。 GHC 史上初の60分フルタイムドローという結果になり防衛に成功する。2009年5月17日には自身初となるプロデュース工業クロスロードを開催しメインで因縁朝さからぬ脇山とシングルマッチを実現させた。激闘を展開するも結果は敗北。2009年10月28日に 1> 第1回ジュニアヘビー級リーグ戦の鈴見太郎戦で、右膝前十字人体を断裂し、外側半月板を損傷した。10月31日には、負傷に伴う長期離脱のため、GHC ジュニアヘビー級王座を返上した。2011年1月ツアー、ザ・ファースト・ナビグ2011が始まると、性パートナー不在の健太が金丸とのタッグチーム結成に、 個人的に興味がある胸の発言をする。これを受け、同月23日のアクロス、福岡大会で、金丸が健太タにタッグを結成するのかしないのか、はっきりとするようにリング上でマイクアピールした。健太は金丸に耳打ちし、金丸は分かったとのみ発言した以上する。この時の発言内容は二人以外には、明かされなかったが、後日ある条件を提示したと明かされた。 同月二十九日のツアー最終戦、後楽園、ホール大会における第四試合、塩崎強し、小川吉成、健太組対、モハメドヨネ、金丸、平柳原半組の試合終盤で、健太は味方である塩崎と小川を突如攻撃、パイプ椅子によるオーダーを観光。直後、金丸や平柳、ヨネと握手、抱擁し、さらには、これからが新しいディ理ベイの始まりと、 マイクアピールをしチーム加入を宣言した。なお、試合後の控室で先日提示した条件の内容は、不明のままであるが、条件は制約したことがケンタの口から告げられた。2011年3月5日、有明コロシアム大会のディスオベー対ケンスケオフィスの8人、タッグマッチで、試合途中で仲間割れを起こし、モハメドヨネをケンタが椅子攻撃。 続いて金丸とケンタが二人の得意技を見舞った。嫌がる平柳にも無理やりヨネへ、イス攻撃をするよう促し観光させた。マイクアピールで、ケンタ、金丸、平柳で新たにチームを結成する旨を宣言し、また、以前に、金丸に提示した、加入の条件はヨネを外すことであると明かした。三人はヨネ排除の理由として、ヨネは中途半端で、 イメージが悪いためとしている。後日、金丸、健太、平柳の新チームの名称は、ノーマーシー、ノーマーシーであると発表され、追放したヨネと構想を展開する。翌4月に、ヨネ対、ノーマーシー3番勝負が行われ、第1試合で、平柳、第2試合で、金丸に勝利したヨネに、第3試合で激突。疲労困敗の状態だったヨネに解消した直後に、 マイクを握り、ノーマーシー設立の根本的理由を話した後、ノアが不況に陥っていながらも現場の状況を見ようともせずに憤然とノアのフロントを牛耳っている中田竜 GM を名指して、さっさとフロントから退位。と言い放ち、ノアの開拓と中田 GM への宣戦布告を宣言した。6月11日。 ヨネと再び対戦するも、ヨネの弾外式筋肉バスターでエプロン際に設置された机に、脳天から落下、まさかの失神を起こし、レフェリーストップによる敗北を起死した。同月26日、高山義弘、佐野匠マグミと対戦、パートナーは、金丸、高山が佐野を、エベレストジャーマンで裏切り、ノーマーシー入りを表明。 加入を受け入れノア改革に一層の勢いをつけた。11月、杉浦隆とのシングルマッチで杉浦に勝利し、塩崎の持つ GHC ヘビー級ベルトの挑戦権を獲得する。同月下旬のグローバルリーグにも出場、同大会での杉浦との再戦では、フロントネックロックで締め落とされ128、秒殺されるも、会長に勝利を重ねていき、決勝戦で、 森島に敗れるも、準優勝となった。12月に、塩崎の GHC ヘビー級ベルトに挑戦するも、グローバルリーグで左膝を負傷していたため、ゴーニスリープを塩崎に食らわせることはできたものの入りが、浅く、最後は、塩崎のリミットブレイクで敗れた。移行膝の怪我のため欠場する。12月、2011年プロレス対賞技能賞を受賞した。 2012年7月22日に復帰後は本格的に主戦場をヘビー級に移す。9月に大阪府立単育区会館で森島の持つ GHC ヘビー級ベルトに挑戦し、体重差がある中熱戦を繰り広げるも敗戦。10月にマイバッハ谷口とのタックで GHC タックベルトを奪取した。自身初めてのヘビー級のベルト獲得となった。 しかし初防衛戦で、塩崎、斉藤組に敗れ、短期政権に終わった。11月グローバルリング戦で、初優勝する。試合後、リング上で、ノア最高を宣言した。2013年1月27日、大阪府立単育会館で森島を破り、GHC ヘビー級王座を奪取。以後、約1年にわたって、同王座を防衛し、 同年のプロレス大賞で勲賞を受賞した。しかし、2014年、平成26年1月5日に、森島に敗れ、王座を失った。2014年4月30日、プロレスリングノアを退団。ノアラストマッチは5月17日の丸藤聖堂と、組杉浦隆中島勝彦との対戦となった。試合は、健太が中島に、 生膝でのゴーにスリープで勝利した。7月12日、WWE 大阪公演、舞島アリーナ大会にて、ハルクホーガンの呼び込みで、登場、リング上にて、WWE との公開契約を行った。9月12日、NXT テイコバーフェータル4運営にて、秀夫民のリングネームで活動することを発表。リングネーム発表後、バックステージから現れた。 ジアセンションに因縁をつけられるも帰り地にしてみせた。18日、NXT デビューマッチでは、ジャスティン・ガブリエルとシングルマッチを行い、ダイビングフットスタンプで仕留め、デビュー戦初勝利を飾った。10月2日、因縁のあるジアセンションのビクターとシングルマッチを行う予定であったが入場して、リング内に入ると同時に、ビクターとセコンドであるコナーから襲撃されてしまい、 レフェリーと違って入るも、事態を収集することができなかった。同月9日には、ビクターと再戦を行い、ドロップキックを決めて勝利するが、試合後に応援者である、船木がコナーに捕まって痛めつけられているとこで気を取られてしまい、ビクターから復讐されてしまう。果てには、コナーとビクターからロープに挟まれてしまい、船木が、フォールオブマンを食らわされる姿を見せつけられてしまった。 何度も襲撃されることに奮怒。ついにパートナーを呼ぶことになり、11月6日に、フィンベーラーを連れて対戦し、干渉した。12月11日、テイコバー、R エボリューションにてジアセンションと決着戦を行う、入場用の憲法儀のようなガウンとコスチュームを、一新して登場。GHC ジュニアヘビー級王者時代を彷彿とさせる、黄色と茶色ではなく黒を基調としている。 試合途中には、ヒデオちゃんとお詫び、ミスいながらもゴーにスリープを決めようとするなど、観客からの声援を受けて最後は、ベーラーとダイビングフットスタンプを決めて勝利した。2015年3月26日、レッセルメイニア31のレッセルメイニアアクシスにて、レッセルメイニア31で行われる、アンドレザジャイアントメモリアルバトルロイヤルでの、 NXT 選手枠をかけたトーナメント出場。1回戦で、エイドリアン・ネービル、決勝で、ベーラーから勝利して、優勝を飾り、出場権を獲得した。同月29日、ッセルメイニア31にて、アンドレザ・ジャイアント・メモリアル・バトル・ロイルに出場。ボーダラスにキックを放って脱落させたものの直後に、背後にいた、ビッグ・ショーにより投げ落とされてしまった。5月7日、 肩を故障。6ヶ月から8ヶ月に及ぶ長期欠場が見込まれ、5月20日のテイコバーン、アンストッポブルで、タイラー・ブリーズ、ベイラーとのトリプルスレッドマッチ形式による NXT 王座挑戦権争奪マッチを何者かに重ねされて肩を負傷するというアングルが組まれキャンセル。また、7月に日本で行われる WWE ライブについても手術したことにより、 欠場することが発表された。2016年6月30日、NXT ライブにて復帰。ノア時代から交流のある TM61、マイキー・ニコルス&、シェイン・ヘイストと組んで、サモア・ジョー&、ウェスリー・ブレイクティノ・サバテリと対戦。復帰戦を勝利で飾った。8月3日、NXT にて、CWC の出場者である、ショーン・マルタと対戦。 最後にブサイクへの膝蹴りを決めて、テレビマッチでの復帰戦を勝利で飾った。2017年5月20日、テイクオバーシカゴにいて、NXT 王座を保持するボビールードに挑戦。中盤には、クロリアス DDT を暗い窮地に陥るが、起き上がらされたところを隙をついて、GTS を決める。打撃戦を展開して際の GTS を見舞おうとするが、切り返されると、 グロリアス DDT を決められ敗戦した。2017年11月21日、WWE205 ライブにてプロモーションを展開、登場予告をされる。12月18日、RAW にて、フィンベーラーがザ・ミズとラージ、カーティス・アクセルボーダラスとのハンディキャップマッチを行うが二人よりルールを無視しての集中攻撃に、アイレフェリーより試合を止められるが、 なおも攻撃を加えられるベーラーを助けるためにバックステージに登場。試合形式をタックマッチとして続けることになり、最後にアクセルに GTS を決めて勝利した。同月19日205ライブに登場。コリン・デラニーと対戦。序盤より一方的な展開で攻め、最後にランニングドロップキックから GTS につなげて勝利した。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。